ブしてみたいな。まあ、壊したら新しいエンジンただ買ってくれるからいいね。Totally in Christmas mode today. Yeah, Toy Frittata Bay had to come out. French toast biscuit. おいしそうだね。面白いな、こいつだ。おはようございます。アトランタにいますよ。まだ今ホテルに、いいホテルに泊まりましたね。今日はハイアットプレイスですね。で、あーちゃんが迎え、あっ、あーちゃんが来ました。ほらほらほら、ほらいい感じじゃないですか、スバルが。ほら、いい匂いしてるな。本人がちょっと笑顔かな。ほら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 、笑顔見えないよね。でもあーちゃんが元気でスバル乗ってます。あーちゃん、おはよう。おはよう。今日はね、楽しく、この車昨日ドライブできなかったので、ちょっとね、ドライブしてみたいな。行こう行こう。おっ、俺のラプターと同じ色じゃん。いいね、行こうか。行こう行こう行こう。俺のラプターと同じ仕様だ。あ、これラウシュだよ。違うよ、これ速いやつ、高い。今日も曇ってるじゃん、あーちゃん。ね、なんでいつも曇りなの、ここ。やだね、ちょっと、ね、晴れてきてほしい。今日はとりあえずあーちゃんの車のチューニングした後の調子はどうなのかと、それと今日お昼過ぎに、こちらの有名人、車関連の有名人のエドゥさんのところに行くんだよね。うん、楽しみだ。いい一日になりそうだね。楽しくやりましょう。あーちゃん、どう？いいね。全然違うでしょ。速くなった。もうすごい速い。速いよね。音もいいよね。良くなったんだよね。はい、ゴー。わー、楽しい。俺も運転したいな、後で。いいよ、運転させて。いいよ。いいね、楽しい。さらに楽しくなった STI だね。いいな。あーちゃん、2ステップ聞かせて。うん、はい、 OK だよ。すげえ、あーちゃん。もう一回。耳が痛い。すごいな、変わったよ、あーちゃん。いい音だね、いい音。まあ嬉しいよね、パパとして同じ趣味持ってる息子がいるっていうのは楽しいよね。こっちの方が仲がいいしね、楽しくね、できるから。車のチューニングも俺はあまり詳しくないんだよね。こういうチューニングをしたことないんだけど、すごい勉強になってるし、まあ、2人でできるから何より楽しいですね。今からまた来ます。プルプルプルかな。あ、来た来た。いい音だし、いい匂いだよね。本当にすごいよ。この日本にあるかな、この E85 と呼ばれてるエサノール 85%。 安いよ、104億点だし、すごいな。カリフォルニアにあんまりない。あるところはあるんだけど、めったにないんで、東海岸の良さだな。あと、またもう安いよ、安い。カリフォルニアのガソリンより半額以下ですね。すごい。今から行きます、またあちゃんが。ほら、くるくるくる。いいな、いいな。俺緊張してる、ちょっと。なんで？壊したら、まあ、壊したら新しいエンジンただ買ってくれるからいいね。Oh my god. He said don't launch it. That was a launch? No, but. 変わったよね。すげえ。びっくりした今。
前から速いと思ったんだけど、すごいよこれは。なんでこんなに速いの。これフェラーリより速いんじゃない。違う、感じるよね。すごい。何を撮ってるの、あんちゃん。すごい乱暴でもう分かんない何。これは。どうだ。火が出た。出てないんだけど。すごいね。すごい音でしょ。すごい。いいね。チューニングしてよかったな。さらに楽しくなった車です。ね、ドライブしよう。楽しいドライブいっぱいしてるよね。できてるよね。ね、雨じゃなくてよかったんだけど。とりあえずちょっとね、1時間ほどね、暇があるんで、ランボルギーニアトランタ、まあ、アトランタのスーパーカー屋さんに来たんだよね。で、前に今、大型トラック、ちょうど車をね、積載車でね、車をなんか下ろしてるところなんだけど、もしかしたら、なんだったよ、あーちゃん。マクラーレンの？なんか新しいマクラーレンの GT がもしかしたらあったので、ちょっと覗いてみようか。ね、かっこいいトラックに乗ってるので、今すぐもう着きまーす。これマクラーレンの何？ GT？ 新しい GT の車。新しい GT ですね。安いのか、これは。一番安いやつ。おお。そっか。かっこいいトラックだね。リライアブルの。めっちゃでかい。見て、そのベッドルームが。大きい。Damon and I go back to Gold Rush 7 together. I drove a wide body Ford GT at the time called the Belladonna. It was a crazy wide body 2005 Ford GT. R35 powered high ace van that I drove them around in that last day shooting flames all over Tokyo became our best video of a week. Ache, ohayou. Ohayou. Yoku netta? Mm. Ne? Kyou yoru Ross ni modoru yo. Ne? Demo toriaezu.スバルは置いて帰るんで、最後にあのジョージアでちょっと楽しくこうドライブしよっかね、行こうか。とりあえず寒いよね。寒い寒い。朝からのねコールドスタートはちょっとどういう感じなのかってね聞いてみたいと思います。あ、晴れてきた。晴れてきた。いいね、天気がいいよ今日は。やっと寒いけどね。あーちゃんかけてみて、うん、ちょっとどういう音なのかな、朝一で。いい音だね、あーちゃん。いい音だよ。深くていいね。寒い時はアイドリングあまりスムーズじゃないと言われたんだよね。ここ、ほら、さあ煙が出てきた。寒いからね。あー、でもいいよ。すごく車楽しい。フェラーリより速くなったと思うよね。これは楽しいんだよ、この車マジで。匂いもいいし。匂いも最高だね。あのアトランタモーターカーズで今日の朝イベントがあるそうなんで、うん、あの行ってみようか。行こう。ね、あのランボルギーニのディーラーさんだよね。うん。
そこなんで、どういう車が集まるのかな。寒いけど、晴れてるから人がいるんじゃない。見てみよう。うん、行ってみよう。あちゃん、うん、これアトランタもなんか工事中だよね。うん、前のディーラーが新しくなんか作ってるみたいんだよね。なんだけど、あんまり大きなイベントじゃないんだけど、じゃあ行ってみよっか。どういう車があるのかちょっと見てみよう。その後お腹空いてるんで食べに行こう。行こうな。このフラカンってニトロというのかな、ナイトロというのかな。ニトロって日本語になるとナイトロで英語だったらがついてるね。初めて見た。すごいね。すごいよね。どんだけ。ちょっとオーナーに聞いてみたいと思うんだよね。ちょっとインタビューしようか、この車について。すごいね。I just met a Steve's POV DD fan. His name is Finn. Nice What's to meet you, my man. He is on, totally in Christmas mode today. Yeah, Toys for Todd event had to come out. Thank you, man. It's good. Yeah, we do that in California. We do that here. But I noticed that too. That's why we stopped. We got to talk to Finn this morning because there's a lot of nice cars here. But I think when it comes to uniqueness, this is probably the most unique car that I've seen here today. Why? Because there ain't many dudes who are putting nitrous tanks inside or putting nitrous setups on their Lamborghinis. Cool. I love it, man. How long have you owned it? Just under a year. Yep. Cool. It looks like you drive it quite a bit. Oh, yeah. Just crossed over 48,000. Woo! Shoot for that big 5.0 before I get rid of it. It's a daily driven exotic. Oh, it's 100%. Rain, snow. We buy them, we drive them. That's it. You got to, man. These guys can save it for the next guy. Garage queens, just sitting. That's just trailer silly. Queens, garage queens. Why buy it then? Drive them, right? Awesome car, bro. Awesome. I love it. Thanks for showing it to us. I appreciate it. Great meeting you. Appreciate it. Thumbs up. Sounds good, man. We're gonna have to get together and go cruising one of these days, all right? Sure, man. You're always welcome. Take it easy, brother. Thanks. Nice meeting you. Sounds good and smells good, too, man. Smells even better. Let's hear that thing a little bit. やっぱり車のね、好きな人、いい人が多いんで、あっちゃんはね、今度パパがいなくても、新しい友達もできたから、行こう、食べに。あっちゃん、何頼んだ？フレンチトーストビスケット。美味しそうだね。これアメリカンのブレックファストね。これは何？フライドチキンのビスケットだよね。ベネディクト。随分南部の料理じゃないと、こういうのはないよな。すごいね。だから太っちゃう。ね、だから太ってる人が多いよね。食べましょう。いただきましょう。いただきます。いただきましょう。手合わせていただきましょう。美味しかったね、あちゃん。美味しかった、ね、ここはエイプロンレードルというできたバカのところだよね。南部の料理というのはなんか独特なところあるんだよね。あのビスケットはやっぱり南部っぽい。それとグリッツというあの何だったっけ、オートミールじゃないんだけどシリアルみたいのあるんだよね。あとフライチキン、朝からフライチキンとビスケット食べるのはやっぱ南部じゃないとなかなかない。もう美味しかったな。また来たいと思うんだよね。スーサムサップですね。アトランタ、もうちょっとしたらね、もうロスに帰るんだけど、帰る前に今ね、ドライブ中にすごい面白いの見つかったんだよね。見せようか、みんなに。うん、驚くほど、こうクリスマスの時期だから、いろんなところにね、面白いのは飾ってるんだけど、これは初めて見たと思いますね、これは。なので、見てください。窓からも出てきてるんだよな。さっき言ったよね、なんで誰もクリスマス焼けないのって。そうだよね。そうだよね。昨日言ってたもんね、あんまりクリスマス派手にやってるところはないなと思ってたんだけど、違いますね。すげえよ。これはすごい。見る価値があった、ね。やばい。止まる価値があった。面白いな、こいつが。あとはすごい絵があるな。見てこれ。すごいよ。すごい絵ばっかりだな。見てここも。すご
ごい綺麗なうち